ソン・ホルンは、スウェーデンの将軍。30年戦争で活躍した。1625年、ホルンは、グスタフ・2世位アドルフの枢密院に入った。1628年、スウェーデン軍の陸軍元帥となった。1630年、スウェーデンは30年戦争に参戦し、ホルンは、グスタフ・アドルフと共に、ドイツに上陸し、同年コルベルク要塞を攻略した。 その後、一軍を委ねられたホルンは、フランクフルト・アンデア・オーダーに侵攻した。1631年、ブライテンフェルトの戦いでは、スウェーデン軍の左翼を指揮し、勝利に貢献した。1632年、リュッツェンの戦いで、グスタフ・アドルフが戦死すると、アクセル・オクセンシェルナによってホルンは、スウェーデン軍の指揮を任された。しかし、 同僚のベルンハルト・フォンザクセンバイマルと意見が合わず、両者は何度か対立した。1634年9月6日、ネルトリンゲンの戦いでは、この両者の対立が敗因の一つとなった。この戦いで、スウェーデン軍は壊滅的な打撃を被り、ホルンは皇帝軍に捕らえられた。ホルンが捕虜交換で解放されたのはようやく1642年のことであった。 ホルンはスウェーデンに帰国したもののすぐに戦争に招聘された。相手はデンマークである。この戦争はデンマーク側からトルステンソン戦争と呼ばれている。1645年、ホルンは大陸側から侵攻するレンナート・トルステンソンとこうしてスコーネに侵攻した。そしてそのまま30年戦争に復帰し、ボヘミアのプラハで終戦を迎えた。その後、 ホルンは、クリスティーナ、カール10世に仕え、スウェーデン宮廷で重きをなした。1652年にリボニア総督となり、1654年には王国元帥となった。1657年5月10日、ホルンはスカーラで亡くなった。ありがとうございます。